セルビア・クロアチア語は、セルビア人、クロアチア人、ボシュニャク人、モンテネグロ人によって話されている言語。ユーゴスラビアでは、憲法上の公用語と定められていた。セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロなどで話されている。セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語の標準語はいずれもセルビア・クロアチア語の、 新種と方言の東ヘルゼゴビナ方言に基づいており、セルビア・クロアチア語は複数中心地言語の一つに数えられる。一部の書籍では、ユーゴスラビア語とも呼ばれる。インドヨーロッパ語族、スラブ語派、南スラブ語群に属する。言語人口は約1500万人。ユーゴスラビアが分裂してからはセルビア語、クロアチア語、ボスニア語の巫女語に、政治的、社会的に分けられ、 近年ではモンテネグロが独立したため、さらにモンテネグロ語を分離しようとする運動もある。元来、クロアチア語とボスニア語ではラテン文字、セルビア語ではキリル文字及びラテン文字が使われる。しかし、各言語の標準語における文法、発音、聖書法の差は極めて小さく、各言語の標準語の差よりも、各言語内での方言差の方が大きい。そのため、 旧ユーゴスラビアでは政治的事情もあって同一言語として扱われていたほか学術上もしばしば便宜的に一つの言語として扱われる。セルビア・クロアチア語を常用する地域、セルビア・クロアチア語の方言は何を意味する疑問代名詞の語彙の差に基づいて解放言、茶方言、首都方言の三大方言区分に分けられる。セルビアの南東部で限定的に話される。 トルラク方言を加えて四大方言とする立場もあるがこれを認めない場合は首都方言に含める。解放言はザグレブ周辺からスロベニアとの国境あたりの地域で話されクロアチア語からスロベニア語への連続体をなす。茶方言は北ダルマティアを中心とする地域とアドリア海の島のいくつかで話されている。その他の地域では首都方言が話されている。 とはいえ、海方言、トルラク方言を話す地域の中には、首都方言を話す集団も存在する。また、首都方言は、他の方言に比べて、その方言の内部での差が小さい。この現在の複雑な民族的方言的状況は、トルコの進出に対する民族移動によって生まれた。茶方言と首都方言の海分類として、絵方言と異方言と言え方言があるが、 これは共通スラブ語の、の継承の仕方に基づく。愛、となるのが、違方言で、ダルマティアとボスニア・ヘルツェゴビナの西部で話されるが、文語としてはもはや使われない。セルビアとボイボーディナで話される、え、e、方言では、イ、e、となり、これが現代セルビア語になっている。クロアチア、ボスニア、モンテネグロで使われる、え、e、方言では、短い時は、ジュ、長い時は、イージェとなる。 キリル文字とラテン文字の両方が用いられる。セルビアではカラジッチ以前には古境会スラブ語のキリル文字が使用されていた。クロアチアではルネサンス期まではグランゴル文字が使われ、それ以降は徐々にラテン系文字が使われるようになっていた。いずれもセルビア・クロアチア語を表記するのに適しているとは言えないものであった。19世紀になるとセルビアではブーク・カラジッチによって 話すように書き、書くように話すという原文一致の方針の元教会スラブ語のキりる文字に独自のを加え、さらに不必要な文字を削ることで文字と音を1対1対応させた体系が作られる。他方クロアチアでもルュデビト外によってチェコ語のアルファベットを元にした表記体系が作られた。この二つの文字体系はほぼ1対1に対応している。現代においてはセルビアでは キリル文字とラテン文字が併用される。モンテネグロではキリル文字がほとんどで、ボスニア・ヘルツェゴビナではキリル文字よりラテン文字が多く見られる。クロアチアではもっぱらラテン文字が用いられる。ブークカラジッチがキリル文字を改良して作った文字で30文字からなる。音素と文字表記の1対1対応関係を持つ。アクセントが記されることはない。ラテン文字を使用するスラブ語の中で、 例外的に音素と文字表記の1対1対応がある。音調が記されることはない。デュデビト外によってチェコ語アルファベットを元にして作られたものである。セルビア・クロアチア語の母音三角形、i、e、a、o、u の5つの母音がある。加えて音節角となる母音的な r が存在し、これらはそれぞれが長母音にも短母音にもなり得る。 家方言のクロアチア語には二重母音、i がある。長母音は単母音の約2倍の長さで音質は変わらない。母音の長短が音調と組み合わさってアクセントを構成する。やっとと呼ばれるスラブソゴのに対応する音は地域的に大きく異なる。首都方言のうち異方言では i が、え方言では e がそれぞれ対応する。 家方言では単音節において、呪が、超音節において、ej が対応する。ただしシーン、r、呪の連続が一つの形態素にあるときは、e となる。茶方言では、違方言、え方言、スラブ祖語での死音語絶母音の前においては、e でありそれ以外の場合は、i となる。違方言とえ方言の混合の三種が見られる。方言では、 e か e が対応することが多い。p, b, f, t, d, c, s, z, d, k, g, h, マイメートル、n, n, nj, l, lj, r, v, j の25個のシ音ンがある。このうち j, lj, nj は何音、その他は高音である。f は優勢シ音ンの前において v と発音される。c は優性シーンの前で dz h は優性シーンの前においてと発音される。それ以外の場合は x マイメートルは v の前では v と発音される。n は k, g の前ではと発音される。v にはの自由オンがある。j は母音館において後続母音が i E の時非常に短い、愛と発音される。などの優声子音と無声子音のペアは、シーン交代を起こすが、のみ交代しない。音楽的アクセントを持ち、上昇長母音、下降長母音、上昇丹母音、下降丹母音の4種類が区別される。アクセントを持たずに、前後の語に続けて発音される設字を除けば、すべての語にアクセントがある。 加工アクセントはほぼ戦闘音節においてのみ現れ、特に単音節後は必ず下降アクセントを持つ。上昇アクセントは最終音節以外のどの音節にも現れ得る。長母音においてはピッチの上昇、加工が見られるものの、短母音においては上昇、加工ははっきりしていない。短母音においては続く音節との関係によって区別される。 上昇担母音の次の音節はアクセントがある。音節より高く発音された後加工する。加工担母音の次の音節はアクセントがある。音節よりもずっと低く発音される。この次に来る音節との関係は長母音でも見られる。統計的には、第一音節にアクセントがある語が66%、第二音節が25%、第三音節が6.7%、 第四音,音節が1.6%である。有声子音と無声子音が連続すると、後ろの子音の特徴が前の子音に影響し、前の子音が交代する。これは規則的で、語中においては基本的につづりに反映される。語が連続して発音される時にも交代するが、その場合はつづりは変わらない。文法現象名詞セルビアクロアチア語の名詞類は、性。 数、角のカテゴリーを持ち、それぞれに応じて語形変化する。性は、女性、男性、中性に、数は、単数と複数に、角は主角、生角、予角、対角、作り角、個角の七角に分類される。動詞動詞は、アスペクト、体、法、時性、認証、数、性のカテゴリーを持つ。語順語順は極めて自由である。 単音節の語で、アクセントを持たない語は、前の語と一緒に読まれたり、後ろの語と一緒に読まれるため、大抵文頭から二つ目に置かれる。疑問詞の LI やコピューラ同士のサムシ、ジュなどがこれにあたる。ありがとうございます。